はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。皆さん、シュレディンガーの猫って知ってますか？シュレディンガーの猫っていうのは箱の中に猫を入れます。その猫と一緒に 50% の確率で、毒が出る、そういった装置を一緒に入れるとすると、で箱を閉めると、その箱は、本来だったら猫っていうのは生きてるか死んでるかの二択なんですけど、量子力学の世界で考えると、これ 50% の状態で生きている猫と 50% の状態で死んでいる猫、そういった2つの状態の猫が重ね合った状態で中にいるというふうに言えるんですね。で、その箱を開けた瞬間に、その2つの状態が重なり合った猫が生きた猫か死んだ猫かのどっちかに収束するっていうものがシュレディンガーの猫の考え方なんですよ。言葉だけだと分かりづらいと思うので、ここで具体例を1つ出すと、ここに Google から送られた銀の盾の箱があります。これはチャンネル登録者数が10万人突破したチャンネルに送られてくるはずの盾なんですけど、それがこの中に入っていると。ただ一定確率 P の割合で、Google さんもこの盾を入れ忘れる可能性があるというわけなんですね。ということは、この箱の中に盾が入っていないっていう状態 P と、盾が入っている状態 1-P の重ね合わせで状態が決まっているというわけなんですね。で、この箱を開けて初めて盾が入っている状態か盾が入っていない状態か、そのどっちかに収束するというわけなんですね。というわけで、これどっちだろうな、開けてみましょうか。今はまだ、状態 P の割合で、盾が入っていないというわけなんですね。重ね合わせで、決まっているんですが、これどうやって開けるんだ、よいしょ、マジで開かないぞ。あ、でもいける、これで。じゃあ入ってるかどうか。お、ただいま銀の盾入ってる方に収束しました。おめでたい、イエーイ。はい、ということで、スターディーチャンネル、チャンネル登録者数10万人突破、本当にありがとうございます。これからも勉強楽しいと思えるような動画をたくさん出していきたいと思っていますので、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。Presented to Sturdy for passing 100,000 subscribers YouTube。いや、短いようで長かったね。そうね、本当にマジで皆さんのおかげですわ。いや、本当視聴者さんの皆さんのおかげでここまで来れたってことですね。ありがとうございます。